皆さんこんにちは2022年スタートダッシュプラス合格コースのですねプロモーションを動画を撮らせていただきます担当ワリク専任講師のかばしまですよろしくお願い致します はい、えー、それではですね、えー、皆さん改めまして、えー、よろしくお願い致しますはい、えー、こちらのパンフレットをお持ちの方はあこちらにあのちょっと即して進めていきますので、えー、もしよかったら一緒にお分けください、えー、このですね、えー、パンフレットの中の14ページ15ページ いいですね、はいえー、とここにですね社労士スタートダッシュ講座プラス合格講座、まあ、合わせましてスタートダッシュプラス合格コースというふううに言うんですけれどもそちらのですね説明をさせていただきますね、はいえー、まず今回の最大の特徴なんですけれどもお、まあ、このコースの最大の特徴、まあ、今回はという言い方をしましたけれどもこの2020年試験向けのですね講座から Zoom ですね これを使った講義の方も展開してまいります。はいまあ、今まであの、まあこう 授業の模様をですね、えー、取ってこう同時にですね、まあ、同時にというかごめんなさい後日に配信してとかですねそういうのもやっておりますけれども、まあ、それももちろん並行してやっておりますが同時にリアルタイムにですね、えー、ズームの授業もできるとということですからその時間にですね、えー、こう学校にこう通うことができないという方にとってもですねこの Zoom での講義というのは非常に使い勝手のいいものではないかなということで、まあえー、まあ今だからこそといいます かですねえー、こういうあの新しい生活様式が求められている中で学習のスタイルというのも、まあ、こう日々変化していると、まあ、いうことで、まあ、による講義を活用いたします、はいえー、というのが、まあ、一番大きな今までとの変更点というところですね。はい あのこのレックの車両誌コースというのは、まああこのえー、特に、初学者の方でも安心して参加いただけるこの合格コースというのは大きく2つありまして、えーまあ、私が担当これいたしますのがスタートダッシュプラス合格コースと。 いうことなんですけどもまあ、もう一つあの、えー、しっかり基礎プラス合格コースというものもありますけれどもまあ、私の担当しますスタートダッシュプラス合格コースで説明をさせていただきますはいまあ先ほどの2つーコースがあるという話をしましたけれども、えー、しっかり基礎プラス合格コースのしっかり基礎 まあ、そっっちちをちょっと先に見た方がいいかな、えー、パンフレット10ページ11ページですけどもしっかり基礎プラス合格コースですとです、ねえー、そのしっかり基礎の部分というのは、えー、いわゆるシャロシ試験の主要6科目と呼ばれているもの、えー、労働基準法労災保険雇用健康保険国民年金厚生年金という主要6科目の部分のベースを、ね、固めましょうみたいなねそういうものなんですけども、えーまあ、この あの私の担当しているスタートダッシュ講座というのはちょっとそれとは異なっていて、えー、まあ早い話ですね科科目が全科目がが、ね、全対象になるんです、えー、14ページのところですけどね、はいえー、このスタートダッシュ編というのは、えー、まあその先ほど,先ほどの6科目プラス、まあ、労働安全衛生法ですとか、えー、労働保険徴収法という、まあ、ややね マニアックな科目というかそういったのもこのスタートダッシュ編で見てしまいましょうと、はい、あと多くの受験生が試験の直前期になってこうなんて言うんでしょうねはまってしまう,うあのこの一般常識科目ですね社会保険系の一般常識と労働系の一般常識、はいまあ、こういった科目についても早い段階で見てしまおうということなんです。 はい、で実はこのスタートダッシュ編がですね、えーまあ、誕生したのは2年前の講座からでしたかねもともとはなかったんですよもともとはしっかり基礎プラス合格コースというものしかなかったんですけども実はですね、まあとまあ、当時そして今も私池袋校東京のですね池袋校を担当しているんですけども、まあ、そのちょっと池袋校の事情そして私は私一人しかいないというですね、まあ、そういうちょっと物理的な面があって、えー、これ実はスタートダッシュ編というのは 誕生したんですね、はいえーまあ、ちょっと今の話だけだと何のこっちゃっていう話なんですけども実はこのスタートダッシュ編っていうのは、えー、あるものと同じなんですねでそれは何かというとあのスピードマスター講座と呼ばれるですね年明けからスタートするう、まあそのまあ、こ今回で言うならば、えー、2021年の、ねえー、に入ってから2021年試験、えー、その年の試験をですね、えー、目指すと学習期間はまあおよそ6か月もないかな、はい、っていうようなあまあ もうスピードクラス弾丸コースというものがありまして、はいまあ、そのスピードマスター講座と実は、えー、科目数科目数というか科目のコマ数とかね同じなんですね。はいえー、で実はこのののスタートダッシュ編の一つの大きな まあ特徴というか、はいまあ、スタートダッシュ編と私はのスピードマスター講座も同時に担当していますのでこのスタートダッシュ編2022年の試験をに向けたコースですよ2020年2022年の試験を向けたこのスタートダッシュプラス合格コースにお申し込みいただくと一つ前の年2021年の試験もこう 弾丸,に弾丸クラスで,す、ね、であるスピードマスター講座にも実は乗り入れができると。 はいこれパンフレットをお持ちの方はですね17ページですね、まあ、16ページから17ページにかけて私あの見開きページをです頂、ね、い,いてあの、まあ、読むガイダンスっていうのをこう、まあ、書いてあるんですけど、まあ、これはちょっとぜひパンフレットをお,お持ちいただいて、えー、見ていただきたいなと思うんですけど、えー、その下ですね17ページのところに「ですね乗り入れ制度」ということで、えーまあ、この「 まあ、私はの池袋校を担当していますけれどもお、まあ、この池袋校あと渋谷校でもですねスタートダッシュプラス合格コースそしてスピードマスター講座への乗り入れかな、はい、それができるということなんですね、はい、スピードマスター講座というのは2021年の合格を目指すですね講座でまあ スタートダッシュプラス合格コースはもちろん全然違う講座なんですけどもお、まあ、先ほども申し上げたようにこのスタートダッシュの部分とスピードマスター講座の部分というのは、えー、全6回科目もも回数も全く同じなんですね、はい、ですから、えー、スピードマスター講座の中にこうおのあの乗り入れね、えー、することで別にその年の試験1年前のですね、えー、受験、えーまあ、合格を目指す,です、ねえー、方と一緒にご学習をスタートできるという ですね、そういう意味では非常にちょっと刺激的な、えーまあ、そういうクラスに参加できますよと。 ねえー、そこであのちょっとこうい1年前,前ではありますけれどもお少しモチベーションを上げることもできると、はいまあ、そういうものもと、まあ、それも得点と言っていいでしょうね、はいえー、ということでついておりますので、まあ、ぜひぜひこのスタートダッシュそういう意味でもね、えー、こう先陣を切ることができると、まあ、いうものなので、えー、スタートダッシュ講座ぜひぜひ、えー、こう活用していただきたいなというふうに思います。はいまあ、今私が持っているこのパンフレットもですね、えー まあ開けますとですね、二ページ以降ですね、はい、まあ合格体験記というところがあのありましてですね、まあ実はこのまあ二年くらい前にスタートした話ということなんですけれども、まあ二千二十年の試験の合格者がまあ要は第一期生なんですよね、はい、えー、この三ページにもおね黒川さんという合格者の方がいます。でめくってですね、四ページのところにはサイオン そして藤井さんということで、まあ、このスタートダッシュ講座をですね活用して、まあ、一発で合格を果たしたという、まあ、第一期生でですねこうやって結果を出してくれましたので私も非常にですねあのほっと胸を撫でろろしているところなんでですね、はい、でもまあもうほっとしているねこうそんな暇はなく。 はい、もうあの次に向けてどんどん動き出さなければいけないと、まあ、いうところでですね、はいまあ、まあ自信を持ってですねこのスタートダッシュ講座についてはお送りできるなとお届けできるなと、はいえー、いうこともあって。 えーまあ、もうスタートダッシュ講座は一つのこの何、えー、て言うんでしょうね、初学者向けのクラスのスタンダードなものになりつつあるのかなというふうにね、ちょっとまあ、どんどんなんか大きなことを言ってますけども、<laughs> はいえー、ということで、まあ、そういう存在になってきてるんじゃないかなというふうに思います。はい、さあ、それを踏まえてですね、もう一度ちょっとパンフレット14ページ、15ページということで、スタートダッシュプラス合格コースのですね、まあ、ちょっとあのコース概要というか、そういうのをさらっとお話しします。まあこのスタート スタートダッシュ編全36回でスタートしてでその後、まあ二2021年の試験後ですね9月から あの本論編というのがスタートしますえ労働基準法労働系の法律からスタートして、えー、そして社会保険系のですね法律にこう移っていくとはい、まあ、そんなふうな感じで全部でで、えー、科目あるわけなんですねでそれぞれの科目について、まあ、いわゆるのテキストを開いて、えー、授業を聞くというインプットおの時間帯とお確認テストを使ったですねアウトプット。 ここれを科目ごとととに行っていくと、ねえー、いくうことそんなふうな感じでインプットアウトプットを繰り返しながら効果的に頭に入れそして頭に入れたものが入ってるかどうかを確認しというようなことを各科目でこう続けていきます。 はいえー、そして、まあまあ、この,、ね、あのちょっと中にも入っているんですけれども、えー、少しあのこうキャラクター的な感じの方がいますが、まあ、これは滝先生ですね、えー、マリックの重鎮ですけども滝先生が,が展開する「黙っちゃいられない講座」というものもあります。 まあこれ黙っちゃいられない講座の説明は右下とかにもねえ書いてあるのでお読みいただきたいんですがまあ一言で言うならばえレックが誇るですねえ一般常識対策の講座なんですねまあこれはあのえ基本通信メインでね行われるものですけどもまあこういうあの一般常識科目にみんながちょっと早くでも少しでも早くですねえ慣れていただく直前期にバタバタしないようにするためにえまあ早い段階で一般常識の対策もできるようにしておこうとそんな感じなんです。 はい、という全、まあ、その黙っちゃいない講座が散りばめられていますけれどもそういったものもこう含めてですね全10科目の授業が終わりましたら、はいえー、ちょうどですね時期的にも試験が行われるですね2022年にこう入ってきて、はいまあ、の試験は8月ですけれども大体、まあ、その前3か月間ぐらい。 まあ、四か月近くか、はい、ゴールデンウィークぐらいから始まる時期を直前期と、呼んでおります。はい。で、まあ、直前期には、この直前対策編、えー、と、呼ばれるもの、改正講座、横断講座、白書講座と。えー、そして、えー、答案練習、いわゆる答練ですね、実践答練。そして3、三、三回の模試。 はい、というものがあって、えー、試験を迎えるということなんですでもう一つちょっとこの時間を使ってです、ねえー、ご紹介したいのが、まあ、この黄色い部分なんですけどもおこれ特別強化パックとお呼ばれるものが、えー、ありましてですね、えー、ただちょっとねこれ、まあ、今までもこの3つの組み合わせだったんですが、えー、ここのね1個だけ判例マスター講座だけちょっとねこう、えー、1個別のところにあるということなんですけどもこの判例マスター講座、えー、に関して まあ従来、えー、結構試験のね直前期6月とかね7月とかに、えー、これを行っておりましてですね、まあ、正直私もあの講師の立場からするともうちょっとこれ早くできないもんかなという話でですね、えー、まあそういうちょっと声もの。 通りましてですね、えー、これちょっとあので、あの池袋校のですね、あの通学のスケジュールなんですけども、おまあ通学ですとこう1月の下旬ですね、1月の下旬と2月、うこういう早い時期にですね、ハンレーマスター講座についてはやっていこうということで、まあ若干そういうちょっと実施時期のね見直しなんかも行われております。ちなみにこのハンレーマスター講座も含めたですね、えー、選択式予想講座そして年金横断講座このみ 3つに関してはあ、まあ、強化パックということで別売りになっていますのであのこのコースー合格コースの中には入っていませんのでその点だけご了承いただきたいなというふうに思います。はい、あとあのこの 別売りに関してはこの3つのパックでも構いませんし一個一個ですねバラで買うこともできるそうですあの先ほどスタッフのものに確認をしましたけども、はい、そういうこともできますのでまあ申し込みをこうしておいバラでね申し込みをすることも可能だということ、はい、でただまあ3つセットでね、まあ、パックとしてお買い求めいただいた方がまあ少しね本当に少しですけども安く上がるかなと。 はい、えー、いうふうに思いますはいさて、えー、そういうふうな感じで大まかですね進んでいくというところですねはい。 ええー、まあちなみにですねもう一番早くからこうご覧になられている方はいえー、あちなみにあのお申し込み自体はですねもちろん早ければ早い方がですねお得ですみたいなね <laughs> まあちょっとやらしい話ですけれどもまあこういう早得うこう早得のご案内っていうのもありますはいお申し込みの時にまあそのお申し込みの時期にもよりますけれどもお早得の説明をねぜひとも受けてくださいはい、えー、あとですねまあそうですねこの スタートダッシュ講座に関してですね、はいまあ、の実施時期ですけども、まあ、この池袋校ですと5月の22日ですかね、えー、がスタ,ートダス,スタートダッシュ講座の一番の,あの最初というところになりますただ、まあ、先ほどの、えー、パンフレットでいうと17ページのところでですね まあ早くお申し込みされた方は2021年向けのですねスピードマスター講座に乗り入れることもできますとそのねスピードマスター講座についてはもう本当にね年明け2021年の1月13日から開講いたします。はいえー、ということでもう早くねう本当に12月1月とかにお申し込みされた方はもうどん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 この授業を受けていただいてそうなるとですねもう このスピードマスター講座から参加されるとスピードマスター講座でしょそして、えー、5月から始まるスタートダッシュの、まあ、本スタートダッシュ講座真のスタートダッシュ講座って感じですかね、はいえー、ということになるしで9月からは本論編ということで、まあ、最大ですね3回転すると、まあ、ス,タスピードマスター講座を活用しなくてもですね、えー、2回転になるんだということ。 はいまあ、やはりね回転数って多ければ多いほどテキストについても過去問題集についてもですねやっぱ回転数っていうのは多ければ多いほど大きな効果を生みますので是非ともねその点だけはちょっと頭に留めておいていただきたいかなというふうに思います。はいいよろしいでしでょうか まあ,もうあとねちょっと喋りたいこともま,あまだまだあるんでしょうけどもえ必ずちょっとね今日お話ししたかったのが Zoom の件そしてえまあスピードマスター講座も参加できますよという件とあともう1つがですね判例ですね判例マスター講座えーこの強化パックの中の判例マスター講座の実施時期がですねかなり早くなったということで早い段階で判例対策もできますよという点なんかはえちょっとあの前回との相違点でもありますのでえそのお話をさせていただきます。 まはい。ままだまだえお話したいこともありますけども、あんまりね長いと説明用の動画っていうのはね、まあやっぱりもう近年短ければ短いほどいいとまいうところではありますので、はい。まこの辺りでえあの終了にさせていただこうかなというふうに思います。はい。あとですね、あのちょっともう1点だけ。ま池袋校通学クラスをこう申し込みされるとですね、時時ピックアップ講座というものも実施をして。 いますので、まあ、一応それもちょっと毎年やっていることですので、えー、まあそういうのもあるんだなということを頭に留めていただきたいなというふうに思います。はいでまあ そうですねあの池袋校に通えないという方もですね、えー、そのいわゆる通学でお申し込みをしていただければ、はいまあ、そうするとあの通学クラスでその後日配信の,そのいわゆる欠席フォローのです、ね、動画を見ることができるんですけれどもその中でも時事ピックアップ講座というのは取り上げますので、はい、そんなふうな感じで、えー、ご参加いただければというふうに思います。 はい、えー、ということですね。まあちょっとこの短い時間の中でですね、ちょっと情報をこうぐぐっとこう凝縮してお伝えいたしました。はい。えー、ということで、2022年合格目標スタートダッシュプラス合格コースの説明プロモーションの方を担当いたしました。レク歴戦人講師のカバシマでした。どうもありがとうございました。これからどうぞよろしくお願いいたします。